続きましょう。フレッシュマンクラスのヒートマンスタートいたします。さあ、ここはフレッシュマンクラスの予選のアウト。さあ、2分間という時間の中で一番多く周回した人がそのヒートのトップゴールというルールになっております。3日後2012開幕戦日産グローバル本社ギャラリー大会フレッシュマンクラスの予選のアウトがスタートしました。中国の1周トップタイトルは川崎駒長島選手だ。さっきは、息子さんが、ね、走行したんです。今度はお父さんですよ。連続チェスターですけどお父さんがトップを走ってますよ。真ん中の選手です。さあ、いい走りだ。19秒180。トップは長島選手、2番手に川崎駒長島選手がつける展開。そして3番手に川崎駒長島選手、そして後位でリゾイドは文化井選手は現在4番手走行中。走行時間は残り1分です。さあ、中間地点を迎えてトップは川崎駒長島の後藤選手。現在右手外周からコース中央に入った。さあ、グリーンを基調とした、これは日産の GTR2008 ですね。非常に鮮やかなカラーリングだ。しかし一人のミスだった隙にトップに立ったのは川崎駒は中村選手。さあ、中村選手はホワイトと蛍光オレンジ。さあ、あと情報によりますとトップを走る中村選手のマシン、なんとですね、全日本チャンピオン、昨年の2011年の GT キャストチャンピオンのですね、酒井選手のボディを今回レンタルして、出走しているという情報を書いております。さあ、このミスがあった隙にトップ変わった川崎駒長島中村選手、ちょっとミスがあった隙に長島選手隣に向いてた。現在バックスルート、この2台がトップ争いだ。残り時間5秒。はい、ここで2分経過しました。このように先ゴールとなります。長島選手、中村選手ゴールです。佐藤選手ゴール。さあ、レース続行中です。大門選手ゴール。はい、選手はゴールです。さあ、トップゴールは川崎駒は長島選手。入ってください。取りました。実習2分03秒62秒でフィニッシュです。さあ、今の走行された方がコースマンションであります。ブレーキをお願いいたします。